皆さん、こんにちは。2023年9月30日に報道された現役のタカラジェンヌがマンションの18階から飛び降り自殺してしまうという痛ましい事件。亡くなったのは宝塚歌劇団の空組に所属する有明キーさん。一部報道によると自殺の原因については宝塚内でのいじめだと報じられています。宝塚歌劇団では昔から上級生によるいじめがあり、有明キーさんはヘアアイロンでおでこをやけどさせられた他にも長時間による罵倒などもあったと報じられていました。しかし宝塚歌劇団側は今回の件についていじめの報道は事実無根であり訂正記事を掲載しないのであればそれ相応の対応を行うと発表していました。一体宝塚では何が起こっているのでしょうか。今回は宝塚歌劇団で起こった一人の女性を死に追いやったいじめ事件についていじめた側のコメントなどの続報を踏まえてお話ししてみたいと思います。ショッキングな内容も含まれますがぜひ最後までお付き合いください。9月30日兵庫県宝塚市のマンションの敷地内で住人の女性が倒れて死亡しているのが見つかりました。なんとその女性は宝塚歌劇団の生徒だと報じられました。着衣に乱れや事件性をうかがわせる傷がなかったため18階建て高層マンションの最上階から身を投げ投身自殺を図ったとみられています。駆けつけた捜査員が18階を調べたところ通路に彼女の所持品と思われるビニール製の手提げカバンを発見し荷物から身元が判明したとのことです。この女性はまだ25歳の現役タカラジェンヌ有明キーさんでした。有明さんは亡くなる前日母親宛てに28日夜にはマンションから飛び降りることを決めていた、精神的に崩壊していると悲痛なメッセージを送っていました。有明さんの自殺の原因として宝塚歌劇団内でのいじめ問題が挙げられています。2023年2月週刊文春により宝塚歌劇団の先輩からいじめを受けていると報道されていたからです。週刊誌の報道では有明キーさんに対していじめを行っていたとされているのは同じ空組の天色峰里さんです。同誌によると舞台での前髪の作り方を教えてあげると言って高温のヘアアイロンを有明キーさんのおでこに押し付け火傷を負わせたと報じられています。この火傷を負わせる事件が起こったのは2021年7月20日新人公演の直前のことでした。有明さんはこの日前髪の作り方を教えてあげると天色さんに言われ高温のヘアアイロンをおでこに押し付けられたとのこと。当然のこととして有明さんは大きなショックを受け新人公演時はギリギリの精神状態で出演したといいます。そしてこの事件は有明さんが親族に相談し親族が怒ってプロデューサーに話したことで劇団が知ることになったそうです。しかし有明さんは泣きながら天色さんが怖いから大事にしたくないと訴え、さらに天色さんは私そんなことしませんと事実無根を主張したため宝塚側も事件はなかったものとして処理されたのだそうです。これが事実であればもはやいじめというよりも傷害事件です。しかしこの記事はある人物によって事実とは異なるということが主張されています。この記事を文春のでっち上げたデマだと訴えているのが元文春の記者である S 氏。9月30日に有明さんが亡くなったという報道を受け S 氏は X で理由はいじめではなく文春のデマ記事と主張したのです。 S 氏はまつげホットビューラーがなぜヘアアイロンになるの、それも上級生メイク指導の時にまつげが少し傷んただけ、初めて使う道具だったから加減がわからないのは仕方ない、それをいじめというの。昨年11月にネットにまつげビューラーのことは落ちてたけどそれをヘアアイロンでやけどさせたと週刊文春がでっち上げ、湾曲して文春にリークした人の話プラスして真相も確認せずにアホか軽記者は自ら命を絶った彼女は上級生に迷惑かけた、自分が文春にリークしたと周りが思っているのではと悩んでいたらしい。下手な憶測のマスコミ報道減らしたいからお伝えします。彼女の死はいじめによるものではなく明らかに文春の裏取り甘い誇張記事が原因、文春が記事書かなければ彼女は今日も舞台に立っていたはずと X に投稿したのです。 S 氏の主張によると週刊文春に報じられていた内容はかなり過剰に書かれており、まつげホットビューラーはヘアアイロンに
まつげが少し傷んだということは、おでこにやけどなど、リークした人物の話を勝手に持って記事にしたと主張しています。そしてこの記事によってアリア・キーさんは上級生に迷惑をかけたと思い、リークしたのが自分だと思われているということで思い悩んでいたということなのです。しかしよく調べてみると、 S 氏は今回いじめの加害者とされているアマイロさんと顔見知りだそうで、いじめはないという話をミネリちゃん本人に聞いたと主張しているのです。もし S 氏がよほどの妄想癖でもない限りは、ここまではっきり言い切る以上はアマイロ・ミネリさんと実際に近い仲なのでしょう。 S 氏の主張によると、アマイロ・ミネリさん本人からいじめをしていないと聞いたそうですが、いじめていた人がわざわざ私がやりましたと認めるでしょうか。それもいじめていたとされる人はすでに亡くなっており、反論もできません。 S 氏は本人から聞いた、いじめていないと SNS で拡散しているようですが、加害者と言われている本人が言っている言葉をただそのまま鵜呑みにして主張するだけで、本当にアマイロさんがやっていないと言えるのでしょうか。アマイロさんが S 氏を利用して事実をもみ消そうとしているとは考えられないでしょうか。ちなみにいじめの加害者とされているアマイロ・ミネリさんについて調べてみると、アリアさんへのいじめは事実だった可能性が高いのではないかと思われることが数多く確認されました。娘役2位のアマイロさんがアリアさんに悪意を持ったきっかけは、先輩から可愛がられていたからだといいます。そしてアマイロさんのサイコパス言動と呼ばれるものについて、下級生娘役や動機は随分前から把握していたのではないかと言われています。週刊文春が報じた記事がデマだとしたら、アマイロさんへの名誉毀損となります。文春側に立つ宝塚関係者の知り合いからいじめについての証言が得られれば良いのですが、おそらくそうはならないでしょう。そこでアマイロさんについて情報提供している人を探してみました。するとこの報道が出る前に書かれた文春とシチュエーションが一致する投稿が見つかったのです。そこには芝居がどう、見た目がどうとかの問題じゃなく、性格が普通に無理、個人的に少し劇団の生徒さんと関わりあるんだけど、アマイロさんはサイコパスだって下級生娘役みんな言ってる、特に若手の可愛い目立ってきた子とかがホットビューラー使って下級生にやけどさせた等々の話知って、生理的に無理になりました。ジュリちゃん信じてたファンの方とかすみません、でも好き嫌いなら完全に嫌い。この内容が書き込まれたのは11月1月、時期的にはアリアさんが被害に遭った後、それが噂になって伝わったとしてもおかしくない時期です。その他にも同じく宝塚空組の高戸千明さんが、気になる下級生はという質問に、笑顔が素敵なアリア・キーちゃんが気になると発言していたことに嫉妬し、アリアさんのおでこにやけどをさせ、ショックで舞台の上で失敗して、やっぱりアマイロ・ミネリの方が上手ねと観客や劇団内部の評価を上げたかったからとの憶測もあるようなのです。いかがでしたか。宝塚歌劇団は過去にも問題が発生した際にしっかりと調査をせず、外部への発表もせず、事実無根を主張し、深刻な事実を隠蔽し続けてきました。その結果アリアさんは自ら命を絶ち、この世を去ることになってしまったと言ってもいいでしょう。一部報道によるとアリアさんは劇団に SOS を発信していたともありました。誰を頼ればいいのか、味方がいないことに対してアリアさんはもがき苦しみ、命を絶つことを選んでしまった可能性があります。こんなに悲しいことはありません。アリア・キーさんのご冥福を心よりお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。